こんにちは、ディースケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴマーベルの新作、ソーのハンマーをチェックします。まずは大変申し訳ございませんでした。先日こちらの動画で2022年の発売が噂されています DC シリーズのセットで、今回紹介するセットの製品番号になります76209は DC 映画の新作ブラックアダムのタワーオブフェイトというセットになりそうですとお届けしたんですが、全然違いました。すみませんでした。海外でもタワーオブフェイトのセットの噂はかなり盛り上がってたんですが、今回この製品番号はマーベルの新作セットとしてこんなに素敵なセットで登場することが発表されました。こちらになります。76209ソーのハンマー、パーツ数は979、価格はレゴ公式で 16,980 円、2022年3月1日発売予定になっています。マーベルファンなら誰もが知っていますソーの武器でもあり、そして圧倒的なパワーを見せつけるムジョルニアという名前のハンマーのセットになります。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。セットの大きさはなんと高さが46センチ、横幅は29センチにもなるそうです。このセットの写真を見ると人との比較ができるので、その大きさがなんとなくわかると思いますが、実際のソーが手にしているシーンの写真と見比べてみましょうか。どうですかね？サイズ感は実物と同じくらいになりますかね？いや、ちょっとだけ小さいかもですね。どちらにしても大迫力のセットですね。このムジョルニアと書いてあるプレートが付属しています。無造作に積まれた岩をモチーフにした専用のスタンドもついてるんですが、これもとっても素敵ですよね。しかも斜めにハンマーを設置できるのもめちゃくちゃかっこいいと思います。よくあるディスプレイスタンドだとこんな感じでこんな風に置くスタンドが多いんですが、いやー、こうやって置くより絶対こっちの方がかっこいいですもんね。いやー、さすがレゴのデザイナーさんだなって思います。もちろんディスプレイスタンドから外すこともできますし、ハンマーのデザインもよく再現されていますよね。実物ですとこのような模様が施されているんですが、今回のレゴではシールやプリントパーツでの再現はしなかったようです。そしてこちらの持ち手の部分の先端に紐があるんですが、これはリアルな布製の素材かなって最初思ったんですが、レゴのパーツっぽいですよね。どんなもので再現してるのかはここは発売してからのお楽しみになりますね。ここまで大きさもデザインもすごくよく再現されているので、手に持ったらもう気分はそうそのものですよね。ブンブン振り回したくなっちゃうんですが、その時に気になるところが強度がどのぐらいあるかってことですよね。まさか普通のパーツでハンマーと持ち手の部分が接続されているだけでポキッなんてことはないと思いますし、パッケージを見る限りですとその点はわかりませんが、おそらくテクニックのパーツで強度はある程度保たれてくるのかなとは思ってます。そしてなんとなんとこのハンマーの中は収納できるスペースが確保されていて、このようにパカッと開けるとソーのミニフィグと左からテッセラクト、インフィニティガントレット、そしてオーディーンの炎を取り出すことができます。こういう遊び心が追加されている点はレゴらしいすごく良いポイントですよね。ソーのミニフィグのプリントは新しいデザインになるかと思います。ミニフィグサイズのハンマーもついているのは嬉しいですよね。そして何といってもこちらのインフィニティガントレットになると思います。このパーツって確かこの3つのセットにしか付属していなかったですし、全て廃盤になっているセットになるので、今現在簡単には手に入らないので、このセットに付属しているという点はこのガントレットが欲しかった方は注目のセットになるのかなと思います。はい、ということでレゴマーベルの新作ソーのハンマーをチェックしました。今回のセット以外にも2022年に発売が噂されているマーベルの他の新作セットはこちらの動画でチェックしていますので、概要欄に URL を貼っておきます。よかったら覗いてみてください。もちろん新作セットについてレゴ公式や SNS で新しい情報が届き次第改めて動画にしていきますので、よければチャンネル登録をして続報をお待ちいただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。